夏空のもとに広がる大豆畑。大きく葉を広げた大豆は人の腰を超えるほどの背丈に育っていました。その畑の中をよーく見ると何かが動いています。その正体はこれ、うねとうねの間をぐんぐん進むロボットです。手間がかかる畑や田んぼの草刈りを自動で担ってくれるといいます。開発しているのは長岡市に誕生したばかりのベンチャー企業、フィールドワークスです。長岡高専長岡技術科学大学と進み、ロボットの設計や技術を学んだ山岸海さんと小黒志雄さんが今年6月に立ち上げました。草刈りロボットの開発を始めたきっかけは、メンバーが実家が米農家だったので、その非常に草刈りが夏場大変だという話を聞いて、そういうのを楽にできるロボットを作れないかというふうに実家の親から言われたと聞いたので、そんな農家の声に応えようと早速開発をスタート。ゼロから設計し試行錯誤の末にできたのがこの試作機、あけぼのです。バッテリーを2つ備えた充電式で、ガソリンなどを使わずに電気の力で動きます。中でも特徴的なのがこれ、この色々、これが草から花の葉。金属ではなくナイロン製の紐を歯にすることで人が怪我をするのを防ぎます。さらに AI を搭載し、放っておいても勝手に動く草刈りの完全自動化を目指しているそうです。でも勝手に動くって、それはこちらの動画を見てみるとわかります。ロボットに特殊なパイロンを認識させ、その内側を次第に範囲を狭めながら走るようプログラミングすることで、みるみるうちに草がきれいに。こちらでは田んぼのあぜに引いたロープを目印に、人がつきっきりで操作しなくてもロボットがまっすぐ走るようプログラミングされています。驚くべきは試作品の完成にたどり着くそのスピード感。開発開始からこれまでに1ヶ月に1台のペースで形にしてきたそうです。これは2人のある経験に裏付けされていました。高専ロボコンとか学生ロボコンみたいなロボコンは半年間ぐらいで全部のロボットを作らなきゃいけないので、すごい開発スピードで作ることがあって、それと同じ感覚で今企業になってもロボットを作り続けられてるっていうのは、ロボコンやってきて非常に良かったかなっていうところですね。ロボットをチームで作り上げ競わせる大会、通称ロボコンです。学生時代にロボコンにのめり込んだ2人、基本的には絶対諦めちゃダメなので、その大会期間中とかどんなに全然うまくロボット動かなくても最後まで作り続けなきゃいけないってことあるので、一見できなさそうみたいなことの方がなんかこう、まあ、やる気になるというか、難しいよねみたいに言われた方がちょっと燃えるので、今取り組んでいる草刈りロボットの開発にも当時のロボコンメンバーを中心に20代の学生ら10人ほどが協力してくれています。ロボコンで作るロボットっていうのは、その大会に向けて作るロボットであって、基本的に社会の役には直接はどうしても役に立たないもので終わってしまうんですけども、今回こうやって農業系のロボットを開発させてもらってて、直接誰かの役に立てるのを技術として活かせるっていうのは非常に嬉しいですね。しかし山岸さんと小黒さん、農業は全くの未経験です。農家にとって草刈りとはどれほど大変な作業なのか、わからないことだらけで始まったロボット開発は、何度も現場に足を運び実際に自分で草刈りをすることで気づきを集めてきました。
農家の元を訪ね直接意見を聞くのも重要な仕事です。ロボットの実証実験に協力するこちらの大豆畑では、普段雑草を手で取ったり釜で刈ったりして草刈りを行ってきました。猛暑の中、人手のかかる仕事が大きな負担になっていたといいます。草が生えちゃうと収量も落ちちゃうし、品質とか虫が寄ってきたりもするので、結果的に、いいものを取ろうっていうと、もう半分ぐらいは草との戦いみたいな、そこら辺の割合占めてると思いますね。草に関する時間が浮くので、その他の作業に十分に当てれることができると思うんで、いや、ぜひ自動化してほしいですね。県内では農業の担い手不足や高齢化が長年の課題となっています。農林水産省の調査によりますと、農家の数に占める65歳以上の人の割合は平野部で 72.2%、 大型の機械などを導入しにくい中山間地域ではさらに深刻で 80.8% となっています。このままでは地域の産業を維持することすら難しくなってしまう。その大きな危機感がメンバーをロボットの開発に向かわせていました。ずっと昔からこの新潟っていう土地で農業が続いてきた、で発展してきたところではあると思うんですけども、ここに来てどうしても衰退してしまう部分も出てきている場面はあるかなと思うんですけれども、それを少しでも食い止めたいというか、長続きさせたいという気持ちでロボット作れたらなと思います。ロボット、この技術と私たちの経験を生かして還元していきたいと考えていますし、他の県だったり他の農家がみんな真似したがるような、ロボットで農業するのがもうかっこいいし当たり前なんだぞっていうところを作っていきたいなと考えています。ロボコン経験者の若者たちが培った技術で農業の未来を切り開く、米どころ新潟からの挑戦が始まっています。